松木選手ってどんな選手なんですか？シュート指導者の話も素直に聞き入れて実行できるし、またはみんなに浸透させることもできるし、今で珍しいタイプのリーダーかなと。これほど強いチームをこう作り上げる、この基礎になっているものは何なんですか？サッカー選手としていい習慣を作ってるっていうことに尽きると思うんですよ。2021年、松木玖生を中心としたチームでインターハイ、そしてプレミア、選手権の3冠を達成と、このチームはもうプロも試合したくないぐらいの多分チームだったと思うんですよ。この世代が強かったのは何があったんですか？もちろんね、松木も1年生から出てて、全国準優勝2回経験してるっていうこともあるし、それから1年生の時から静学に負けた時の試合もそうだけども、プレミアでは優勝し、表彰台でカップを掲げた自分たち、あの時の歓喜もあったし、いろんな経験をした中で選手権を優勝することによってそれで全てが救われるかっていうものでもない、この世代全部タイトル取らないと気済まないと、いうぐらいのやっぱりメンタルの強さがあった、本当に頼もしかったのは自分たちが掲げた目標に対して本当に顕著に誠実に取り組んできた1年間だったし、松木がね浮きがちなんだけど、それを制圧できるような宇野禅斗や藤森壮太やそういったやっぱりすごいこうメンタルの強い選手もいたし、本当にその中でもやっぱり松木中心にチーム力、そしてやっぱり人の話を聞いて、自分のプレーにこうしっかりとつなげようというその精神だけは彼らは絶対に捨てないで持ち続けてたんで、そこがやっぱりこの停滞せずに伸び続けてったこのチームの、この一番のポイントだったんで、僕これまでの高校サッカー選手権の中で歴代最強なんじゃないかっていうぐらい完成度の高いチームだったと思うんですけど、結果的にはね決勝も 4-0 だったけどシュート一本も打たれなかったっていう、ね、そういうのもあったし、サッカーってやりたいことだけをやるのがサッカーではなくて、させないこともサッカーだし、求めてきたものを忠実に結果として残し続けるっていうことがやっぱり重要なことだって、インターハイ優勝した時も6試合やって3試合シュート打たれてないんで、それからプレミアで優勝した時も最後の2試合ぐらいのところで FC 東京とやった時もシュート打たれてないんですよ、だから年間通じてシュートゼロで抑えた試合っていうのはあの決勝だけじゃなくて結構あるんですよ。それぐらい我々がチームでやろうとしたコンセプトっていうものを彼らは忠実にやろうって言ったってなかなかできるようなものでないものを彼らは高いレベルでそれを実行してくれた。松木選手ってどんな選手なんですか？彼はねやっぱり努力家であるし、それからやっぱり自分のイメージしたものをやっぱり確実にこう手中に収めていくだけのストイックさっていうのかな、それはもうここ数年見たことないぐらい、それをきちっと実行していける選手かなと、かといって誠実であって生意気じゃないし、きちっと指導者の話も素直に聞き入れて実行できるし、またはみんなに浸透させることもできるし、今時珍しいタイプのリーダーかなと思いますね。これ一旦休憩で、はい、ここで一度休憩にさせていただきます。中学校3年生の時に一番最後のプレミアリーグは出してるはずなんですよ。消化試合だったけど一軍戦とかも後半の残りかな15分か20分ぐらいで交代させられて、ベンチでぐしゃぐしゃ泣いてる。その時のゴールキーパーコーチの大久保っていうのが、お前ここに何しに来たんだか分かってるのかって、お前まだ中3だろって、泣いてる日もあったらお前のやれることやれって言われたら、まあ俺あの時に帯同してなかったんだけど、正木コーチとかのあの辺の前に出てって、高校3年生試合やってるでしょ、3年生もやって、もっと走れよ誰誰とかって中3のやつが前に出てって、もうすごいもう選手たちに葉っぱかけ始めて、それ中3が高3に向かって言ってんだから、すごっ。あいつは度胸がちょっとね違う。逆にそこに刺激を与えたね、大久保というキーパーコーチが、ちょっと後ろから見て笑うしかないぐらいの変わりようだったらしいから、ここまでやるかっていうぐらいそれぐらいだから彼の中ではやっぱり求められてることに対して純粋に表現したに過ぎない、コーチからすれば、ね、泣いてる暇あったらちゃんと、ね、自分の勉強のためにしっかり見とけっていうことだったんだと思うんだけど、やれることって始まったから3年生に向かっても指示なしお前ってやれよってやったらしいすごいよね
あの2016年から選手権で優勝3回、準優勝2回、プレミアリーグ優勝3回、青森山田の時代といっても過言じゃないと思うんですよ。これほど強いチームをこう作り上げる、この基礎になっているものは何なんですか？サッカー選手として一習慣を作ってるっていうことに尽きると思うんですよ。大きく言うと24時間365日というものをサッカーでまたは人生で、ね、社会に出てからも勝利するためにそういうやっぱりメンタリティを培う時間を3年間かけて約1000日間作り続けてるっていうこと、それがやっぱり強い組織になってるっていうこと、それが多分ここ数年での大きい強さの秘訣かなと思いますね。だから山田のサッカーは隙がないっていう人多いんですけど、これは単純にそういうことを思考してるというわけではなくて、彼らが持ってる苦手な意識っていうものときちっと向き合わせて、それを克服しようとする3年間が彼らにあるわけで、苦手なものとしっかり向き合っていく、向き合うメンタル、これすごく大人になったって苦手な人と話をすること、心を開き合うことってすごくやっぱり嫌なことで、ストレスのかかることで、あえてそこと向き合ってそこと長い時間を過ごしていく、嫌な自分を見ていくっていう作業、そして、できないことを少しでも減らしていく、それが最終的に自分の武器がより際立ってくるっていうことにもつながってくるという、その物事の、その成り立ちをきちっと彼らが理解していくこと、っていうことが今ここ数年ずっとかある程度の成績を残し続ける青森山田のコンセプトの一つとして一番挙げられることかなというふうに思いますよ。これはすっごい深いいい話ですよね。自分の弱いところと見つめ続ける、見つめ合う3年間、まあ、6年間指導で心がけられてることっていろいろあると思うんですよ。僕一番興味があるなと思ってるのは選手のどういうところを見てるんですか？サッカー選手のスキルっていうものはね、やっぱり一番に性格があって、そして技術的なものがある。この技術にはキックがあったり、またはトラップの技術があったり、いろんなものがあるわけで、この心技体の細かいものに関してどれだけの要素をこの選手は持ってるかっていう、だから技術だけ持っててもこれはサッカー選手としてはやっぱり有能ではないわけであって、ね、やっぱり一番根底には絶対負けたくないというメンタルがあって、それはもうこれから社会に出てくる上においても一番大切、サッカーで技術がかかったって社会で成功するとは限らない、だけど人の上に立ってでも物事を、ね、こういろいろこうリーダーシップ取ってやっていける、または下についても有能な部下にもなれる、そういう人間性っていうのは必ずこのメンタルにあると思うんだけど、そういうものをしっかりと育てた中でサッカーっていうスキルを乗せていくっていうことがもちろん教育指導のベースにはあるわけなので、だからここがなくして、またはここがぐらついてる状況の中でいいサッカー選手は育たないと思ってるので、これはだから教育指導の中では一番重要なこと、逆に一番時間かかるところなんで、だからこの底辺が一番ちゃんとがっちりしてる選手に関しては上に乗せたスキルもさらに磨きがかかるだろうし、ピラミッドの下の部分をどれだけ厚くしかも広く乗せれるかどうか、広げられるかどうかによって高いピラミッドを積み上げられるっていうことなんで、だから今のうまさなんて知れてる、今はちゃんとした人間性の上にそういうスキルを乗せる作業を時間かけてもやる必要がある、それが強い組織っていうもので生き抜くための術だと思うので、黒田監督が見てきてプロになった選手に共通しているところってあります？ウィークを持ってない子、そして何かに長けてる子、そして武器はやっぱり3つも4つもやっぱりある程度持ってることがすごく重要じゃないかなって、プロっていうのは絶対5本しかないんで、やっぱり得意なことだけで生き延びようと思ったんで簡単に潰されて終わるんで、だから俺はドリブル絶対負けねえぞって言ったって、受けさせてもらえないし、前なんか向かせてもらえないし、俺は足速いぞなんだって走らせてもらえないんで、そういう選手たちがじゃあ何ができるかとなった時に、やっぱりキックだって持ってなきゃダメだし、または走らなくたって何かができる、やっぱりそういったスキルもサッカーとしてやらなきゃならないし、全てができた方がいいに決まってるし、だからこそこう一つに特化してずにいろんなことに目を向けながらトータル的に育てていくっていう、そういう隙のないチーム作り、人間作りっていうものが多分ベースにあると思うんですよね。今まで数多くプロに行ってるんですけど、印象的な選手っています？
例えば面白い選手だと、うん、あの今ヴィッセルでやってる菊池龍吾なんていうのって下手で下手ですごかったんですけど、うん、でも彼は高校のセレクションに来て、うん、落ちてるんですよ。一般生で入ってきた。そして C チームから始めてコツコツコツめげずにめげずにやってきた中で、やっぱり雪中サッカーでも、ね、あの自分のスキルを磨き、そしてやっぱり高校3年生に上がる手前で、まあ、ヘディングは誰にも負けないぐらいの強さを身につけたし、身長も180後半までなってきたし、サッカー自体はあんまりこう、戦術とかその辺の理解度はあんまり高くなかったんだけど、なんせ対人っていうものに対してすごくやっぱり秀でたものを持ってきた。で、A チームに引き上げて、彼にいろんなこうサッカーの戦術だとか考え方、守備の仕方、いろんなことを教えながら、それなりの選手になってったんですよね。そういう選手でもこういう J リーガーになれるし、努力次第ではこういう風になるんだなっていう一つの見本みたいな、やっぱり生き様なんだね。そこは本当に今いろいろもが苦しんでる高校生とか中学生にはこういう人生もあるんだっていうことの、まあ、目標となる選手の一人なんじゃないかなと思います。よくユースに行った方がいいのかとか高校サッカー行った方がいいのかっていう議論もあったりすると思うんですけど、高校サッカーの魅力って何ですかね。高校サッカーっていうのはもちろんいい人間、強い人間を作るため、そのベースがあってサッカーのスキルを乗せるというところなので、必ずしもみんながエリート、エリートではないし、もちろん雑草軍団っていう子たちをしっかりとこうベース作りをしながら育っていくっていう我々の基本ベースがあるんで、だから最終的には伸び率で負けないという自負もあるし、我々は教育のプロだし、人を育てる伸ばすことのプロだと思ってるので、またはこの高校3年間っていうのは現代社会の今のこの縮図みたいなものであって、同じく社会に出た時には必ず同じ構図が待ってるんで、経験したことをもう一回社会人になった時にできるっていう絶対的なメリットがある。だから挫折しにくいし、何か壁にぶち当たった時はそこを乗り越えるパワーがそこにあるし、だからよく大学サッカーの先生監督から聞くのは、やっぱり高体連から来た大学生っていうのは後々すごい伸びる。最初はね、入った時ってはもちろんユース年代の子たちに、テクニカルのところでは負けてることが多いけど、やっぱりいろんな壁にぶち当たった時に追い越していく、やっぱりそういうメンタリティがあるっていうのは聞きますよね。最後にですね、まあ、もう三冠取って、今黒田監督自身の目標みたいなものってありますか。高校サッカーの指導者をやってる以上は、前回取った三冠っていうものが絶対的な目標であり、ね、これが子どもたちが一番求めてるもの、指導者でやってる以上はそこにこう嘘偽りなく、または手を抜くことなく、彼らを伸ばす作業、勝たせる作業っていうのは絶対的にやっていかなきゃならないことなんで、そこはどれだけ生徒と喧嘩しようと、彼らが求めてるからこそそこに寄り添わなきゃならない。あとは求めるパワーを育てるのも我々の仕事だし、 10% や 20% のパワーで入ってきた子たちも100目指せるように彼らを導いてあげること、動機づけすることも我々なんで、切り捨てることせずに青森山田でサッカーをやりたい、ここで成長したいと思ってくれる子たちに対しては全力で彼らと向き合ってその作業をやるだけ、その熱がやっぱり冷めた時はやめる時だと思ってるので、それはもう52歳なんでね、あと何年やれるか分かりませんけど、まだなんか、いやいや、もうね、もう来年30年になるから、指導者さん青森来てもう29年目でしょ、やっぱり、次の世代もね、やりたい子たちもいっぱいいるだろうし、または自分の歳とどんどん離れていくものが子供たちにとっていいのかどうかも分からない。だからそういうことがきちっと自分の中で整理できた時にはまたちょっと考えなきゃならないと思うけど、ただ求められた以上はそれに応えていく、全力で応えていく、それは我々が指導者として、存在してる、そこに意味があるっていうかね、それが存在価値だと思うし、ということでですね、今回は黒田剛さんと黒田剛のサッカー人生を振り返ってきました。本当に貴重なお話、そして学びの時間となりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。いかがでしたっけ。お腹いっぱい。お腹いっぱい。いや、すごいね。やっぱ学びの時間ですよね。やっぱこれね、YouTube やってて一番の醍醐味って、その人の考え方とか今までやってきたこととかを知れるじゃないですか。だから、
今日黒田監督から学ぶことがたくさんありすぎて頭がパンクしそうやっぱりすごく芯があってあったかくて情熱的でこういう人に学んだら優秀な人材が育つなっていうのは分かりますよね。でもこの監督の話をこんだけ聞けるって、ね、なかなかない機会だ。なかなかない。だからそう今回ねなぜこれが実現できたのかっていうのも高校サッカー .com さんこうサッカーに打ち込む高校生のプレーに役立つね情報とかいろいろ配信してくれてるんで、まあ、高校サッカー選手権とかインターハイとかプレミアとかプリンスとかの大会の情報とかも載ってるんですよね。これね皆さんにぜひ見ていただいて、高校サッカー .com を応援していただけるとまたねこういった監督を含めたお話を聞けるんじゃないかなと思います。もうぜひですね皆さんいいねボタンと登録よろしくお願いします。YouTuber っぽいよって最後ね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。